え、やばい。やばい。でしょうね。このルートでしたね。どうもレッドライスゴルフのお時間です。はい、引き続きいい天気の中楽しいメンバーでやってますということで、加納舞子ちゃんと村越裕太くんです。よろしくお願いします。お願いします。いやゴルフっていろいろありますね。深い。深いですよね。本当に深い。やめられない。これだからやめられないね。本当ですよ。アメとムチが半端じゃないんで、今ムチ打たれてます。飴をいただいてます。まあ楽しいゴルフになってるんですけども、前半5ホール終了して、今、2オーバー1アンダー9オーバーやっております。はい、はい、ということでね、後半もやっていきたいなと思います。どうですか、意気込みは。いや、どんだけアンダーいけるかなっていう。なるほどね。あの大西ライゴンがここでハーフ 2アンダーで回ったよって話をしてから途端に緊張しだしてで、すごいタイミングで言うんすもん。そうそうそう、バーディーパットを前にワンピンのバーディーパットを前にそれを告げたらもう外しました、ね、しかも俺の前にバーディー入れてくる。そうそう、俺がそれ入れるっていう、ね、ちゃんと蓋してプレッシャーもかけて、でこっからこのプレッシャーをアスリートはどう乗り越えていくのかっていうところをね、見てみたいなと思います、はい、ライオン狩りになるのかです、ね、それも裏テーマで走ってますんで、はい、最後までぜひね見てください、はいはい、それではじゃあよろしくお願いします。お願いします。ほら有言実行です。やっぱり有言実行。有言実行。練習場で当たんなかったね、これ。ってことはちゃんとやるっていう。ちゃんとやりますよ。違いますね。全然違うんですよ。なんで俺出さなきゃいけないの。これを乗り越えてアンダー出してもらわないと。そうですね。おー、いい球。いいじゃん。よし、今日のゴルフ楽しいな。でしょうね。もう全然違うよ、朝と。ちなみにそのこの前のチーム戦戦った時は2人はどんな感じだったの。やばかった、そう。こっちが神がかってた。キレキレキレだった。俺、知らない人でした。見たことない人でした。なるほどね。それぐらいなんか良かったんですよ。全部良かった。その後行ったゴルフ。行きました。その後も行ってるの。あと1回行って。1回行って。それも前半40だったんですよ。おで後半51叩いて、うん、あ、その後半からだんだんちょっと流れが、ね、削ってるんだ。そう、だからもうこれは前半とはいえ後半みたいなもん、ね、なるほど、うん、続いてるのか。なるほど。だからかこれを何とか復活したい、そうなんだよね。復活したいな。ちょっと早めに落ちて止まれ、見すぎ、やはり落ちてっちゃうかも。あ、そんなに狭く、ゲスト、カートの人たちは結構長いよね。長い、はい、5番や。うわー、やばい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 。うわー、右吹けたー。ある。わー、チキショー、やっちゃいました。ちょっと調子がいいからなんか調子乗ってましたね。あー、ロストで出します。多分時間かかっちゃうんで。ない、見つかんないんで、ワンペダで出していいですか。あ、いいですか。あ、結構転がっていっちゃったっぽいです。あ、ちょっとドロー目だったから、ね、はい、キックしてポーンっていっちゃうんだよね。結構そうなんですね。とことん今日は荒ぶれていきますね。マンユティティです。おー、ナ
イス。おお。でかいかな。かな。こういう時にね、止まんないですね。こういう時止まんない。そうね。まあ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 、いいです。いいです。ちなみに多分厳密に言うとロストだから、はいはい、帯扱いになってここから4打目になっちゃう。ああ、全然いいです。それで乗せちゃっても大丈夫。はい、大丈夫です。俺もかなりやばいってのあるんですよ、これが。このルートで行きたいと思います。134ヤードぐらいかな。6番アイアン。行くかな。に当たったよ。はい。うう。よいしょ。39ヤード。弱い。強い強い。トリ。トリです。よかった。ダブルパー免れた。出された後の。そしてましたね。成長した俺を見せます。そうだね。お、得意勢いなんですよ。ここは確かに。あれが。よし、入りそう。ちょっと。切れたね。ゲイ、よし、いただきます。ボギーです。よいしょ、距離よ。ありがとうございます。耐えた。耐えてない。いくつ？ダボです。いいっすね。フェード打てちゃってるじゃん。フェード操れてる。ねえ。わあ。よ。ビッグじゃないですか。大丈夫か。うん、っちょっとする。あ、やばい。終わったかな。んあ、耐えてる。はい、いや、なんか俺普通に池越えしてるのかと思ったよ。知らないよ。あの池越えにしてるね。今すっごいって耐えてるもんね。え、で、今年もう何ラウンド120超えましたね。すげえ。俺の倍はいってんね。やばいっすよね。俺僕も行くと行き過ぎてスランプとかもあるんで。あ、確かに良くない点もあります。分かんなくなっちゃうって、もうやりすぎて。まあね、うらやましいな。今年忙しかったですもんね。もう今年も夏がほぼできなくて、ね、はい、そこずっぽし空いちゃって、はい、何ラウンドぐらい投げちゃう？今年はどれぐらいだろう。100ぐらいやってそうなイメージだけどね。100は多分いけてなくて、うん、
でも80ぐらいいってるんだ。普通にいってるっていう。いってるのかな、の人の回数ではない、うん。確かに。なるほどね。まあいいペースだね。そうですね。いやー、ちょっと捕まったな。バンカーの上かな、でも。水量がなんか見えなかった。寄せてワンパットですね。うん。いいポジティブ。いい臭いです。こんな絶好の場所ないよ。帰ってこい、帰ってこい。建前だ。アプローチやりやすい。いや、これバンカーだ。上げがね、やっぱ結構増えてたからね。全然届いてない。絶妙。ありがとうございます。はい。ナイスです。ありがとうございます。うまい。うん、お、切れる。結構切れる。切れるか。いいですよ。失礼します。失礼します。失礼します。はい、うまいな。ナイス。パーでーす。パーでーす。え、俺も11オーバープラスかないと。最近の中では結構悪い方じゃない？はい、そうだよ、ね、そうだよね。はい、確実にプラス重ねるな。夢だったか。つなんだ。夢でした。いやー、まだわかんないよ。まだわかんない。なんか前半に調子乗っちゃったから。じゃあ、あの一言から風向きがやばいね、風が。いやー、面白いゴルフ。本当だよね。おー、ナイスショー。強い球。うん、おー、登ってった。飛距離はどうですか？落ちました。いや、めちゃくちゃ落ちてる。250いくかいかないかみたいな感じ。それ何が変わったかは分かんないんですか？分かんない。分からない。売れ前より触れてないなとかは分かんない。わ、分かる。分かる。その感じはする。ああ、うん。この、バンっていってない手応え、はい、手応えがあってもでもスピン量多くて戻っちゃったりもしてて、うん、どうやればスピン量下がるんだろう。前、
ちょっと上げてたのかな、わかんないけど、この右バンカー調子いい時は越えてあそこの2個目のコブのとこまで行ってたんですよ。でこう分からないよ、もう違いが。うん、2個目よくて2個目の1個目のコブぐらいまで行ってたから、なんなんだろう。いいショットだと思って意外と飛んでないのか。そうそう、それも多い。で、なんかそうでもないかなで意外と飛んでる時もあったりして、そう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 。難しいですよね。そうなのね。で、そっち行くなぁ。いや、足りだ。入んなよ。バンカーっぽいっすね。あー、入ったっぽい。持ってきて。あ、いいとこに。やっぱ、これも絶対右向いてる。うわー、くぐっちゃった。ありがとう。よし。めっちゃいい。行ってくれ、行ってくれ。やばー。ありがとうございます。この前であれ打ちます。今の今日一だわ。すげー。その風に向けない。ありがとうございます。すごい。怖いな。25ヤードぐらいで48度です。あ、やってしまった。めっちゃ近い。レッドさんも入れたい。最高な場所だ。ありがとうございます。11ヤード58で、はい。もう気持ち悪い。ありがとうございます。結構今日なんか打つ前から入る気しましたもん。俺入る気した。うまい。入る流れが。ありがとうございます。すごい。お父さんに続きたい。はい。大玉より遠い人入れてるからね。ラインはお見せしました。一緒ですもんね、ほぼ。弱い乗ってたけどラインは。あー悔しい。オッケーね。ありがとうございます。やばい、レッドバーが止まった。いや結局一緒ぐらいじゃないですか。持ち直してる。俺もオーバー。あ、2オーバーになりましたね。2か、はい、いやでもそんな一瞬ですよ。まあよし、アンダー目指してたはずなんだけど、オーバーになって。まあああ、来た。6番でいいかな。どうだ。ああ、なんだ。バンカー。ああ、かんだな。ちょっと当たり悪かったね。練習再開。もうしてるの。はい、最近だからその、うん、ゴルフをめちゃめちゃ極めたせいで、うん、ゴルフの予定が止まんなくて、うん、なるほど。ゴルフない日は、うん、トレーニング行ってます。あ、なるほど、はい、もう結構トレーニングできる感じ。結構割と動けてますね。普通めに
割とミットやって、うん、この間初めてそのミットじゃない対人、うん、試合みたいな感じのを軽く防具つけて、うん、それは怖いんでちょっと軽くだったんですけど、うん、それがやっぱちょっと怖かったですね。ああそうなんだ。痛いとかじゃなくて怖いですね、うん、怪我が、はい、そこをやっぱ気にしちゃうんで自分が、うん、体的には絶対多分大丈夫なはずなんですけど、うんうん、自分がやっぱ一番怖いと思っちゃうっていう、ね、気にしちゃうとこで。そっか。僕もいいね、ジェーンすごい最高。はい。シェルバルフで今は、まだそこまでの、うん、多分、練習再開するってなると、うん、プロ練習にいきなり復帰になっちゃうんで、うん、そうなるとプロ練のあれに多分、まだ体的にもついていけないんで、うんうん、普通に自分、地元とかもよく帰るんで、うん、そっちで湘南の方は、まあ、気軽に行ったりします。なるほどね。ピッチングでいきます。おお。え、やばい。これはいい。やばい。ナイス。ナイスバーディー。たまにはちょっとまだ言わないで。まだ言わないでよ。ナイスショー。一本ぐらいですよ。おはようございます。おはようございます。バーのまだね、撮ってるんですから。こっちの二人実はバーディー撮ってるんですよ。そうだよ。だから最後撮って、気持ちいいですね。そうね。そうそうそう。みんなバーディー。全員バーディー。レベル高い。いやー、レベル高い、みんなのバーディーのとこだけ使ってください。うん、全員バーディー撮るなんてなかなかです。すごいっすよね。なかなかないっすよ。うん。みんなで LINE 読もう、あれ。あれはいけるんじゃないか。あれは行きたいけど意外とあれなのかな。あれは近いよ。相当近い。ああ。ありがとう。どう？来いよ。来い。うわあ。これでいいね。うまい。取ったらちょっとボールが外れてきた。まあレッドさんのパットがやばい。入れたかったぜ。長すぎて。イエイ。切れないの。イエイ。ナイスー。39。ナイス。よし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 。切れちゃう。OK です。バース。切れた、ダボった。4-2。耐えました、40台。ナイスです。危ないと。あ、そう、言った。有言実行だ。すごい。いやー。ダボったよ。難しいな。はい、というわけで、はい、9ホールみんなで楽しくやったんですけども、はい、3オーバー、3オーバー、6オーバー、はい、13オーバー、13オーバー、セーフ、ということで、危なかったですけど、まあこれ後半でね、確実に取り戻してくる。だって前回もなんだっけ40の50、40の51だったんで、はい、まあ4級の40でしょうね。そうですね。どっちかはいける子なんで、いける子なんで、後半ちょっとそれはお届けできないんですけど、はい、まあ、後半もちょっとここから3人でさらに楽しんでいきたいと思います、はい、またちょっと機会があればぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。というわけで皆さんどうですか、最後に一言。どうですか。どうぞ。いや、楽しかったです。あ、よかったです。天気が良くて最高でした。それが一番です。いや、僕もすごい楽しかったです、
毎日ゴルフしたいです。ほぼしてます。ほぼしてます。ということでね。はい。はい、ということで、まあみんなのチャンネルもね、ぜひ遊びに行ってください。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。